2020年においては、まあ、正直もう本当にそういった気持ちにならないことは少なかったですからね。ですね。でもそのままでいいのかなって、僕自身根の発想の原点としては、うん、悔しさだったりとか、はい、妬みとか、うん、嫉みとか、うん、そんなものが自分の中で渦巻いてて、うん、それをこう原動力にいろんなものを回してるんですよ。僕もだからツアーもできなかった、そうです、舞台も2本飛んだ、はい、まあ、いろんな仕事がなくなりました、うん、逆に言うと時間ができたってことじゃないよと、よし、じゃあ今までできなかったことを挑戦してみよう、はい、っていうのでこの間、まあ、フィットネスの大会に、そうです、はい、はい、あそこに出ていく勇気を乗り越えたことで、うん、本当にフラットに同世代の皆さんとお話しすることができて、うん、めちゃくちゃ得られたんですよね。そこなんですよ。不平や不満は誰でも言える、共通言語があると安心はする、だけど突き抜けるために群れの意識みたいなところから、まあ、飛び出さないと角度の違った景色は見れないし、それがまさにブレイクスルーだと思うんですけど、はい、体を鍛え始めたのは10年以上前とか、いやもう20年ぐらいです、ね、20年、はい、なるほど。それは何かきっかけがあって始められたんですか？それまでやってた1年間で日本を2周するような全県ツアーとかをやってると、もう本当に1年間で100ぐらいの公演をやる計算になっていくので、はい、フィジカルとメンタルがもう本当ちぎれそうになるんですよ。ちぎれそうに、そうですね、自分が今どこにいて何やってるのか分かんないトランス状態みたいな。そうするとメンタルもそうなんですけど、うん、フィジカルもおかしくなっちゃうんですよ、うん、でフォローできないまま次の公演が来ちゃうみたいな、はいはいはい、でこれをやっぱり何とかするためにっていうのでトレーニングやいろんなものをこう始めて、うん、でそういったことをやっぱ続けてた中で、はい、パフォーマンスのために行ってきたトレーニングっていうのを大会に向けてフォーカスしてやり方を変えてったっていう感じなんですけどね、はい、自己肯定感高いことがいいことだっていうふうにそれこそ SNS とかでよく見るんですけど、石川さん的には必ずしもそうではないっていうふうに思われてるんです。ネガティブって要は自分の思ってる自分の価値と世間との乖離みたいなもので、はい、これ生まれてくることが多いじゃないですか。でも元より僕自分の評価価値が相当低いので、あちょっと声かけていただいたりとか、はい、応援してますって言っていただけるとかだけで僕の中で結構上がってくるんですよ。あ、なんか認めてもらえてる、僕のこと知ってくれてる、嬉しいなみたいなものに変えられるので、はい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 、そういうスタンスだけでもいろんなことがなんかエネルギーに変えられるし、普段の生活からこういったところに立たせていただいているっていう気持ちで接するようにしようっていうスタンスで生きてますよね。決してそのネガティブってマイナスの要素だけじゃなくて、その悔しさとか苦しさみたいなものっていうのをうまく燃やせれば、ポジティブに頑張るぞよりも何倍もめちゃくちゃ燃えるんで、大会なんて最後まであれ頑張れたのは評価されたとしても、僕の場合結局お前有名人だから撮らせてもらってんだろって言われたら負けだなと思って、あもう入場した瞬間に、うん、あ優勝って思われないと下駄履かしてもらってんだろうからって言われるだろうなと思ったから、はい、もうその悔しさがすごいエネルギーになりました。なるほど、文句は言わせないぞと。そう、だからもう本当にギリギリになってきたりとかすると、はい、チョコレート1個だけでも食べたいとか、あでもこれが甘えになって絞りが甘くて取れなかったらお前どうすんだよ、はい、なるほど、食べませんネガティブさが自分を俯瞰する視点になって、うん、自分を高めてくれるというか、うん、いやと思いますよ。なるほど、決して悪いものじゃない。確かに全然悪くない。ずっと思うのは、はい、今これやってる最中ここで引いたらもしかしたら数センチ先にダイヤの鉱脈があったりするかもしれない、はい、これが難しい。これ誰も分かんないんで、もう限界ってなった時に、はい、やめてこれで悔しい思いするのお前だぞっていう自分、そこもだからネガティブな気持ちが、なるほど、ね、どういうふうに利用して燃やすかっていうことなのかなと思いますからね。